稚内福港市場は北海道稚内市にある複合商業施設。稚内市第一福港地区シーグランド計画に位置づけられ、かつて稚内の賑わいの場であった第一福港に水産、観光、サハリンをキーワードとした第一福港地区有料建築物等整備事業により地域経済の活性化、市民と来訪者の交流の場を提供し、 新たな拠点の形成を図った。か内市、か内信用金庫、中田組、富士建設、石塚建設工業、坂本建設の出資による第三セクター、福港開発が管理運営している。土産物店、食事所、屋台村、日帰り入浴施設、か内市による港ギャラリー、コミュニティ放送、FM 稚内のサテライトスタジオなどがある。 港アシス、輪っか内を構成する施設になっているほか、輪っか内シポートサービスセンターとともに、海の駅に認定されている。しかし、近年来場者の減少により、経営不振に陥り、上渡先を探したものの上都先は見つからず、2020年3月31日を、もって含み名と開発が直営する発店舗は、閉鎖された。 2020年11月5日開かれた輪っか内市の臨時市議会で市場胸が魚つ根秋田鮮魚店へ売却されることが決定した。フロアガイド参照ギャラリー胸市場胸市場胸は魚つ根秋田鮮魚店の所有である。鳩場横丁温泉胸国道40号、福港通り沿いに位置している。福港開発に関するカテゴリー、輪っか内天然温泉港の湯に関するカテゴリー、 ありがとうございます。